はい、今日は BTS の7人のうち悪女に騙されやすいのは誰なのか、そして騙されにくいのも誰なのかっていうことで西洋占星術で鑑定していきます。先日こちらの動画、 BTS が結婚するのは一般人なのかそれとも芸能人なのかという動画、この動画はたくさんの方に見ていただけまして本当に感謝しております。ありがとうございました。今回はその恋愛シリーズとして悪女に騙されやすいメンバー、そうでないメンバーを占います。ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。この場合の悪女の定義なんですけれども、次のようにさせていただきます。男性を魅了し堕落させるような小悪魔的な女性と、このような定義となります。基本的に男性はどんな方でも自分のすぐ思い通りになって何でも簡単に言うことを聞いてくれたり、素直に言うことを聞いてくれるっていう女性には惹かれないっていう傾向があります。そのような簡単な女性のことは軽く扱うというか、残念なことにすぐ飽きてしまうっていうところがあると思いますね。ですから多少は手強いところがあって自分を少しは振り回してくれる、そういう女性に惹かれるというのは男性の本能としてあります。それを踏まえた上で、それでも悪女が好きなのか、それとも悪女はそんなに好きじゃないか、惹かれないかと、そういうふうに西洋占星術で鑑定していきます。まずはシュガちゃんです。シュガちゃんの場合は悪女に振り回されるっていう傾向はありますね。悪女が騙しやすいって言ってもいいかもしれません。なぜかというと、シュガちゃんは人のことを信じやすいっていうところがあり、人に尽くすっていう性格がありますので、好きになった女性のことは相手が悪い女性であろうと良い女性であろうと基本的に尽くすっていうところがあります。これがシュガちゃんの良いところですね。なので悪女にも尽くしてしまうっていうところがあるので、どちらかというと悪女に振り回されやすいと言えます。ただこれで終わらないのがシュガちゃんのすごいところですね。シュガちゃんは他の男性のように振り回されて終わりっていうのではなくて、あまりにも献身的で本当に相手に対して心の底から尽くすために悪女の方が降参してしまうというか、これは他の男性とは違うぞと、ここまで自分に尽くしてくれて無心になって愛してくれるっていう人はいないぞと、そういうふうに悪女の方が思ってしまう可能性が大です。そして自分が騙すつもりで近づいたのに、最終的にはシュガちゃんのことを大好きになっていて、シュガちゃんからは離れられなくなっていると、そういうふうになってしまうのがシュガちゃんだと思いますね。これは大げさでも何でもなく、悪女の方が騙そうとして近づいたのに自分の方が夢中になってしまうと、それくらい魅力を持っているのがシュガちゃんだと思います。次はテテさんです。テテさんも悪女にはそんなに振り回されないっていうタイプかもしれません。最初のうちはこの人素敵だなと、そして自分のことを翻弄してくれるし、良い具合に自分のことを振り回してくれてちょっと夢中になっちゃうなっていうところは最初はあるかもしれませんが、基本的にテテさんの恋愛観というのは堅実というか、好きになった人とは長く付き合いたいと思っているところがあります。ですからそんな短期的に自分のことを振り回してただ楽しいだけではなくて、本当に好きなら長く付き合いたいし、そしてその先に結婚があると考えているタイプなので、そんな自分のことを振り回すような女性とは長く一緒にいたいとは思わないですね。ですから最初のうちは多少振り回されて、その小悪魔ぶりに魅了されたとしても、それが長く続くかっていうと逆効果になってしまいます。ちゃんと堅実な面を見せて自分が愛情を示したら、相手からもきちんと愛情を返してほしいと、振り回されているだけでは長続きはしません。なのでテテさんの場合は最初はちょっと惹かれるかもしれないけど、結果的には惹かれないと、そして長続きする恋愛には至らないと、そういうふうに言えると思います。次は J-HOPE 大先生です。J-HOPE 大先生の場合は
悪女にはまりやすいかもしれません。なぜかというと、J-Hope 大先生の好みの女性のタイプというのが、甘え上手で儚げ、自分よりも小さくて華奢で弱々しそうな女性だからです。ですから、そのような甘え上手を装って小悪魔的に近づいてくる女性に、もしかしたらフラフラっと惹かれていってしまうかもしれません。しかし、これまた長続きするとは限らないですね。なぜかというと、J-Hope 大先生の恋愛傾向としては古風なんです。古風な恋愛をするっていうところがあるので、最初のうちは男性の好奇心を刺激して追いかけたいという、男性の狩猟本能、獲物を追いかけたいという気持ちを刺激して、女性のことを、女性側は自分を追いかけさせるっていうことに成功するっていう可能性は高いんですが、それだけでは J-Hope 大先生の心はつかめないですね。なぜかというと、 J-Hope 大先生は古風な恋愛をしたいと思っていますので、女性に対しても古風なところを求める傾向があります。具体的には、自分に対して自分を立ててくれて、男性を立ててくれて控えめな女性、そのような古風な女性っていうのを求めるところがありますので、単に自分を振り回すだけでは足りないんですね。振り回したとしても、きちんと自分を立ててくれたり、細かいところでサポートしてくれたりと、そういう女性らしい気遣いっていうのができるかどうかっていうところが大切になってきます。なので、結論としては、 J-Hope 大先生に対しては、最初は取っかかりとしては有効かもしれないけれども、本当に付き合ったり仲良くなったりするには、小悪魔的な魅力だけでは足りないと、そういうふうに言えると思います。次はジンさんです。ジンさんの場合は、まさに悪女にはまると言ってもいいと思います。ジンさんはハンターですね。恋愛のハンターと言ってもいいと思いますし、そのハンター的な気持ちがこの7人の中では一番強いです。どういう意味かというと、女性は獲物だと、獲物を追いかけてこそ恋愛の醍醐味があると、そういうふうに考えています。ですから、ジンさんがこの人いいなと女性に対して思った場合は、その人が自分と付き合ってくれるまで、毎日のようにどんなに忙しくても LINE をしたり、何かしらアプローチをするタイプですね。そして必死になって恋愛のきっかけを作ったり、相手の気を引いたりして、めでたくその女性とデートができたとなった場合には、そこからは結構スピードダウンしてしまうタイプですね。また、その女性と念願の体の関係を持った場合には、これで自分は一旦ハンターとしての役割は終えたっていうふうに思って、急にフェードアウトしてしまったり、フェードアウトまではいかなくても、毎日連絡をしていたのが、連絡が急になくなったりっていうふうになりがちです。そのように、男性としての本能に忠実すぎるジンさんは、小悪魔的で悪女的な女性であればあるほど振り回されて、この人をなんとか自分のものにしたい。振り回されればされるほど自分が頑張りたい、頑張らないといけないと思って手応えを感じて頑張ってしまうタイプです。ですから、まさしくジンさんのようなタイプこそ悪女な女性、小悪魔的な魅力の女性にはまりやすいと言えると思います。しかし、これが長続きする恋愛になるのか、結婚に至る恋愛になるかっていうと、また別の話になります。次はジミンちゃんです。ジミンちゃんの場合は、あまり悪女にはハマらないかもしれません。なぜかというと、悪女を追いかけたいっていうハンター的な精神は少しはありますが、それよりも自分が愛されたいっていう気持ちも持っているからです。人から受け入れられたい、人から愛されたいっていう気持ちがあるので、そんなに自分の方から夢中になって追いかけるっていうことに重きを置いていない。そこがジンさんとはちょっと違うところですね。また、あまりにも悪女に振り回されて、本当にこの人は自分のことが好きなんだろうかっていうふうに疑問を抱いてしまうと、逆に冷めてしまって、もういいやと諦めてしまう可能性もあります。ですから、ジミンちゃんに対しては、悪女ぶりもほどほどにしないと
ジミンちゃんの方から去ってしまうという可能性があります。またジミンちゃんは恋愛においては相手と一体化したいですとか、相手のことを深く愛したいと思っていますので、自分の手の中に入ってきたと思ったらすぐに逃げてしまったり、落ち着かないでフラフラしているような女性とは長い付き合いはできないかもしれないですね。なのでジミンちゃんに対してはそんなに悪女っていうのは効かないというか、そこまでの威力を発揮しないと言えるのではないでしょうか。次はナムさんです。ナムさんの場合もあまり悪女ぶりっていうのは効果的には働かない可能性があります。なぜかというと、ナムさんも堅実なところがあり、その堅実さっていうのが女性との付き合いにも発揮されるからです。女性と付き合うからには堅実に生きたいと、堅実さがないのにずっと付き合っててもしょうがないっていうふうに思うタイプです。例えばデート代ですとか、プレゼント代ですとか、お金っていうのをかけたり、または物をプレゼントしたりっていうことが恋愛においてあると思うんですが、そういうものをちゃんと覚えてるタイプだと思うんですね。良くも悪くもそういうことを覚えていて、金銭ですとか物のやり取りに対しては敏感なところがあります。ですから自分がこれだけプレゼントをあげたのに、それに合うような見返りと言いますか、こういう言い方をしてしまうとあからさまなんですが、そのような見返りもないのにその人に尽くしたくないっていう気持ちがありますし、これは誰でもそういうところあると思いますが、小悪魔的にフラフラしている人に対してそこまでお金を貢いだり、デート代を出したり、物をプレゼントしたりっていうことをしたいと、心の底からしたいっていうふうにあまり思えないタイプです。最初の 1,2 回ぐらいはそういうこともあるかもしれませんが、あまりにも自分の手の中にいないというか、手の中に来たと思ったら逃げていったりっていう、そういう振り回されることにそんなに楽しみを見出していないというか、それよりも安定、堅実、恋愛においての関係の安定というものを重要視すると思いますので、ナムさんに対してもそんなに悪女ぶりですとか小悪魔ぶりっていうのはそんなに効果はないのではないでしょうか。効果があるとするならば、ちょっとしたわがままですとか、悪女までいかなくてもちょっとした可愛いわがまま、そういうものだったらいいかもしれないです。最後はジョングク・グクさんです。グクさんの場合は悪女のタイプによって変わると言えると思います。グクさんの好きな女性のタイプは、愛想が良くて外見がおしゃれな人、社交的な性格で愛想が良い人っていうことなんですが、この愛想が良い悪女、そういう人にだったらハマる可能性はありますね。いかにも悪女っていう感じではなくて、愛想が良くて八方美人というか、みんなに対して仲がいいというか、完璧にみんなに対応ができるんだけれども、よく考えてみたら振り回されていたと。その愛想の良さに振り回されてというか、自分に愛想が良いのでこの人は脈があるのかなと思ったら他の人にも愛想がいいと、それでちょっと悔しくなってしまって、その女性のことを振り向かせたいと頑張ってしまう、そんなところはあるかもしれないですね。みんなに対してそつなく丁寧に振る舞うことができるんだけれども、グクさんに対してだけエコひいきしているわけではない。しかしその愛情っていうのをちょっとでも自分の方に向けることができたらいいなと、そんな風に思っているうちにその相手にはまってしまうっていうところはあるかもしれません。しかしその程度が悪女っていうかどうかは分かりませんね。またグクさんは誰かと一緒にいたいっていう気持ちや甘えたいっていう気持ちもありますので、それを満たしてくれないと満足できないっていうところがあります。自分を構ってほしいっていう願望ですね。ですから悪女だとしても、適度にうまくグクさんを構ってあげたり、自尊心を満たしてあげたり、褒めてあげたりっていうことが上手にできると、夢中にさせるっていうことはできると思うんですが、そういうところが上手じゃないというか、そういうところを抑えていないとそこまでハマらないかもしれません。
今日は BTS の7人のメンバーが悪女にはまりやすいのかどうなのかっていうことを鑑定してみましたが、私の勝手な結論としては、最初の取っかかりとしては男性をちょっと振り回す、ちょっと可愛く振り回す、そしてあなたの思い通りにはさせないと。私のことを思い通りにさせたいならちょっとぐらい努力しないとダメですと、そういう態度を見せると、可愛くそういう態度を見せるっていうのは効果的なんですけれども、それをやりすぎると逆効果、またそれをずっとしていても多分恋愛にはつながらないと。なので使い方を間違えないようにするっていうことが女性側としても大切かもしれません。今日は以上となります。ありがとうございました。